じゃあ、自分で体が動き出して体を整えちゃうっていう、整え出すっていうエネルギーを今から送りますので、もし受け取りたければ、こっちに手を伸ばして受け取ってください。はい、手を出して、皆さんこんにちは。今回はですね、体の動きを波動化させて、エネルギーを伝える状態にして、その中にある、物質的なエネルギーの後にですね、斬新の領域っていうんですかね、そこに、感情のエネルギーとか、その思いのエネルギーが乗るっていうような実験をいたします。じゃあ手をじっくり止めてくださいですね。これで、はい、こういうふうにかけていくと、相手が 壁に寄っかかる。そして手を出していただいて、こう画面に見えるように、人差し指1本でいいです。こっち向けて、でこのようにすると、はい、これでスタートで、この動きで、この動き、こっちで入って、ここで連れていく。でもお戻りください。じゃあどうぞこちらへ来てください。はい、どうぞ戻ってくださいと。この手の動きでもですね、コミュニケーションに使えるっていうのは、この気を受け取ってるから。気というのは思いであって、心配りであって、大好きであって、敬意とかっていうものもですね、乗っかります。笑いをかけ入れると笑っちゃうっていう気にもなります。じゃあちょっと手を出していただいて、はい、この動きでリードしてるっていうか、なんていうんですかね、リードだよね、リードしている動きですね。リードしている動きっていうのは、おそらくちっちゃい子からおばあちゃん、おじいちゃんまで全員身体的な、言葉として読み解いているので、誰にでも基本的には伝わる。どんな触り方かっていう、あなたをとても敬愛していますよっていう触り方と、なんかじゃあね、あっち行ってっていう触り方と、嫌いですっていう触り方と、頑張ってこっちの動かすぞみたいなやり方と、その身体的なボディで読み解ける言葉って違うのは当然だと思うので、そこでかかる。それに対してこの動きっていうのは、この相手のこういう手のこの形にあるものを触っていって、そこでこうピタッと乗っているっていう、ピン、波を伝えてるんですね。波で全部を理解していって、相手の動きっていうのに、形自体に波もあるし、体がひねりとかにも波があるし、こう相手が例えばこういう風に動いたらこういう動きの波だと、波が全部にあるっていうところで、この波でヒュー、はい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 、こんな感じでこれができるとですね、対人コミュニケーション、特に介護の現場とかでもかなり使えるかなと思います。人間の近反射っていうので、初動を避けると、そこで、初動の避けた段階で、避けるその軌道の、体が動きやすいポーズっていうのを1回の計算で取って、で相手の行動攻撃を避けるっていうことの解説を行います。じゃあ彼にですね、少しここに立っていただいて、上半身から上で、右か左かどっちから蹴るかわからないっていう状態で、蹴りを、その条件でルールで回避構造でいきます。どうぞ蹴ってください。はい、じゃあもう何回か蹴ってみてください。はい、どうぞ。こういう形ですね、このやり方でした。はい、なんかこう、いや、面白いと思ったら、じゃあ